ちは、ジョン BJ ガールの母です。台中から大好きな台南にやってきました。今回は台南でいただいたご飯をご紹介しましょう。あ、取っていい？うん、寿司。寿司。これさ、牛のもちもち好きにはたまりません。このコシの感じも美味しい。でも美味しい。ごちそうさまでした。美味しかったです。もう暑いので上脱いで、今半袖一枚です。あ、前の人みたいに。ここも流行ってるな。待ってかね。谢谢。一番奥行く？小豆とピーナッツと餅？餅は入れてない。もう一つの茶、あのこんな色の芋。私何やってんやろ。私まだ食べながら見てもらいましょう。これぶら下がってるのは、ぶら下がってるのはこれ戦争。絶対美味しい。今美味しい。美味しい。見た目マンゴー。
この芋も卵黄めっちゃ美味しい。この店はホテルのなんか割引のタンブレットみたいなのもらった中に入ってたお店でたまたま来ましたが、めっちゃ美味しいよね。で割引券渡すの忘れて、でも一つ50円割引してもらうのが申し訳ないぐらいです。あれやけどやっぱり開いてんや。今日はゴザソウロ、ゴザソウロだけあるかな。あれあれですけど薄くてさ、ゴザソウロのさ、ゴザソウロのあれパリパリで薄くて生地はさ、ブーツ&キモズのさパンケーキの生地と同じ。あ、コスメである。食べたくなったということで、メロンのイチゴのせを注文しています。お客さん増えたから、この奥のテーブル席が増えました。だいぶ増えてると思います。見えるだけで2、4、6席ぐらいあって、テーブルが6つぐらいあるのかな。もしかしたらパパヤミルク美味しい。どうも美味しいな。先生、写真撮らなあかんの。这个没事。那你们要不按照你们的说，我们先你们两个先进去。这个没事。柠檬的シャーベット，柠檬的シャーベット。これちょっと持ってくれてもらうからね、これ。